ロサンゼルス・ドジャースの山本義信が現地時間7月21日に記者の質問に答える形で自身のコンディションについて語った故障後初めて自らの言葉により現在の状況や今後の見通しなどを説明している6月中旬に右肩を痛め負傷者リスト IL 入りとなり戦列を離れ1か月以上が経過している山本 まだ本格的な投球練習は行っていないとしながらも、開幕から6勝をマークしている右腕の回復状況には現地メディアも関心を寄せているようだ。米スポーツサイト、スポーティングニュースでは、現在は痛みや不快感はない、と述べた山本の言葉を伝えるとともに、同メディアが復帰時期についての見解を示している。現地7月21日の特集記事において、 ドジャースの IL 入り選手の中で、最も影響力があるのは新人投手の由伸山本だろう。彼は6月中旬に右肩鍵盤損傷で IL 入りし、7月に60日間の IL に移行したが、山本は日曜日に記者団に対し状況を伝えたと綴っている。その上で、まだ現在がリハビリの初期段階であることで、 IL 明けの登板を考えると、復帰は最短でも8月16日。その可能性は残るものの、復帰の時期についてクラブはまだ明確な予定を持っていないため、その可能性は低いだろうと予想。